はいどうも、ブンカラです。今回も遊んでいきたいなと思います。今回はですね、リクエストいただいたワールドにチャレンジしていこうかなと思います。そのワールド名はキャプティブマインクラフト。キャプティブマインクラフトという名前のワールドです。このワールドはどんなワールドかというと、今バリアの中に入っているんですけども、マインクラフト内にある実績を解除していくことにより、どんどんこのバリアが広がっていき、自分の活動できる範囲も広がっていく、そういったワールドになっています。なので今からマインクラフトをやる方にとっても、まあ、面白いワールドになるんじゃないかなと思います。じゃあやっていきます。よいしょ。よし、じゃあ実績見ていきましょう。マインクラフトにはこのぐらい実績があってですね、これまだどんどん増えていくんですけど、まずは所持品の確認。 E キーを押してインベントリーを開く。これをドン、 E キーを押してね、インベントリーを開いたらこんな画面が出るんですけど、これで若干範囲が広がりました。さっきまではこの1マスしか動けなかったんですけど、この辺も掘れるようになったと。で、1.9 に関しては僕もあまりプレイをしていないので、ちょっとグダグダになったりとか、敵にすごい殺されたりはすると思うんですけど、ゆっくり見てってください。じゃあまずちょっと降りていきましょうか。降りなきゃ何も始まりそうないですもんね。よいしょ。さあ、降りていきますよ。で、今回はね、このメサから始まるんで、こうやって掘っていくとね、砂がどんどん落ちてくる。そんなめんどくさいワールドですね。まあ、とりあえずやっていきましょう。よいしょ。さあどんどん下っていきますよ。で、キャプティブマインクラフトには 1,2,3,4 ってあるんですけど、それぞれねステージが違って難易度も変わってきます。で、今回プレイするのはキャプティブマインクラフトの2になるんですけど、難しさで言えば4が一番簡単なのかな、ビギナーになりますね。で、1が、ノーマルかな。で、これが、ミディアムになるんかな。だから3番目に難しいんじゃない、3が一番難しいワールドになるんじゃないかなと思います。よいしょ。さあ、この下は色付きの粘土なのかな。よいしょ。あ、掘れましたね。うん、なんか下に降りれそうなんで、ちょっと降りていきましょう。よいしょ。ルームオブモニュメント、そう、こういうモニュメントの部屋っていうのがあって、これ近まだねちょっと近づけないんですけど、近づいたらなんか色の表示がされるらしいんですよ。その色の粘土を置くことによっていろいろ解放されていくっていう、そういうシステムも含まれています。よいしょ。お、まず木の剣、ツルハシ、シャベル、棒、粘土、金塊。ほう、まあ、これいただいていきましょう。いや、じゃあまだ掘っていくしかなさそうなんで掘っていきましょうかね。よいしょ。あ、壊れちった。もう壊れちった。早いな、やっぱ木はね壊れるのが早いよね。あー、もう壊れちった。早いな。この辺の土はちょっと全部もらっていきましょう。うん、まったりね、今回もまったり実況していきましょう。まあ僕はまったり以外の実況できないんですけど、やっていきましょう。はい。で、この鉄鉱石なんですけど、これはね木のツルハシとかじゃ掘れなくて、石のツルハシじゃないと掘れないので、まだ掘ることができないので、もうちょっと下に進んでいきたい。びっくりした。とりあえず、次の実績が木を取るっていう実績なんで、この原木を取りたいと思います。よし、これでまた広がりました。で、次の実績がですね、今こう来たんで、これ土台作りです。はい、じゃあ土台を作っていきましょう。原木を木材に変えて、それをこういう風に置くと作業台ができますと。よいしょ。ここがまあ活動の拠点になるのかな。よいしょ。お、松明があった、ラッキー。よいしょ。粘土も取って、この辺の木も取っちゃいましょう。お、チェストが隠れてるね。オッケー。じゃあこれ開けて、お、リンゴ、食べ物はありがたいね。食べ物と腐ったじゃがいもとボールと水入り瓶。もう何に使うんだろうね。で、次の実績が、クワを作るっていうのと、剣を作るっていうのと、ツルハシを作る。ここでね、3分岐があります。これどこでもいいんで、どれでも作っちゃいましょう。今のところだから3つ解放することができるって感じですね。解放していきましょう。よし。まず作業台を使います。で、棒を作ります。で、まず剣を作っておきましょう。でも剣持ってるもんな。ちょっと剣はやめよう。ツルハシにしよう。よいしょ。こういう風にツルハシの形に置いたらツルハシができるので持っていきましょう。よいしょ。でね、松明もこんなにいらないんで、この辺のパクっちゃいましょう。よいしょ。もう一個ぐらい広げとこうか。クワ作っちゃおう。よいし
はい、これで広がってこの部屋は全部僕のものになりましたね。よし、じゃちょっと石を掘っていきたいなと思うんですけど、この辺は石がなさそうだな。あるじゃないか、めちゃくちゃすぐ近くにあった。よし、ちょっと石を集めたいと思います。おお、危ない、危なー、落ちるとこだった。これはちょっと気をつけよう。敵がいそうだね。どうしようかね。ちょっとこの辺掘っていけそうなとこ探してみようか。じゃあ石のつるはしを作ってアップグレードの実績を取っちゃいましょう。よし、これでさらにもう一枠広がりました。ここから降りてサクサクっと上がってこようか。よいしょ、あ、大丈夫そうだね。敵いないっすね。いた、いますね。上がってきますね、これちょっと危ないんで、よいしょ、ちょっとこの辺も敵が来たら嫌なんでね、塞いでおきましょう。まだね、戦えるほどの力がありません。よいしょ、あれどこ行った。あ、子供ゾンビだ。よいしょ、これを倒せばね、モンスターハンターっていう実績を得ることもできます。よいしょ、あ、できない、痛い。まだかな、モンスターハンター。よいしょ、よいしょ、痛いよ、痛いよ、死ぬかな。あれ、モンスターハンターの実績ってまだだっけ。順番にじゃないとダメなんだよね。あ、そうか、俺自分で剣を作ってないからモンスターハンターの実績取れないのか。実績は飛ばしながら解除することができないんで、一個一個ねやっていくしかないんですけど、僕が今飛ばしてしまったので、ちょっとね作りに行きましょう、剣をね。今戦ってみて思ったけど、やっぱ木の剣じゃちょっと強、ちょっとしんどいもんがあるね。石の剣作りましょう。よいしょ、これでいざ突撃の実績も解除ですね。でちょっと一回ね上に上がりましょう。で今石のつるはし持ってるんで、この鉄鉱石も取ることができると。で鉄をね、かまどで焼けばさらに新しい実績も解除されるんで、それもちょっと狙っていきましょう。とりあえずただいま、あ、そうそう、これこれイエローステインドクレイ、これは黄色の、色付き粘土を置いてくださいよってことですね。でこれはレッドステインドクレイ、赤の色付き粘土を置いてくださいよ。で赤色の色付き粘土はもう持ってるんで、ちょっと置いていきたいなと思います。よいしょ、はい、これでモニュメントコンプリートっていうことで何か変化があったはずです。その変化というのはですね、ちょっとねこの上で見えないんですけど、実はあの上に牛が現れてるんですよ。見えにくいんですけど牛が現れているんで、あれを使ってさらに生活していってください的なことですね。ちょっと松明がなくて暗いんですけど、今ここにムーシュルームが生まれていますね。これはあのモニュメントでこういう風に牛さんが生まれたりとかいろいろします。で落ちないように見てあげなきゃいけないんだよね。よし、落ちたら死んじゃうんでね。で、僕今ボールを持っているんですけど、ムーシュルームの場合はこうやってボールを使うことによってキノコシチューを得ることができます。なんでこれを飲みながら空腹度を回復することができますね。よいしょ、ありがとうね、また後で会いましょう。じゃあ引き続き作業していきますか。丸石がちょうど8個あるので、ここでついでにホットトピックの実績、かまどを作る実績も解除しておきます。よいしょ、あ、やべえ、クリーパーがいる、やめて、こいつはね爆発するんで気をつけてくださいよ。いや怖い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 、よいしょ、いやいやいや、よいしょ、よいしょ、 OK、 これでモンスターハンターの実績も解除ですね。で雲が上がってくるんで倒しちゃいましょう。よいしょ、完璧です。どっかに炭ない、炭が欲しいよ。あ、鉄鉱石あるんだけどな、ちょっと炭探しましょう、急いで。
敵が来る前に炭を、鉄鉱石もいるけど炭が欲しいな。鉄を手に入れても炭をね手に入れなきゃね、かまども使えないんでね。あそこに1個だけあるのか、2個か、取ろう。よし、とりあえず1個取れた。 OK、 2個ゲットっすね。でここの鉄も取っとこう。暗くて見えないけど、ここは松明だね。でこの辺ちょっと明かりつけておきましょう。でこの辺掘っとこうか。なんかあるかもだもんね。なんもねえな。炭ぐらいあってもいいんじゃないか。炭欲しいよね。ちょっと掘り下げてみますか。こっから降りてきてるから、この辺りから掘っていけばいいか。あ、炭あった、やった、ありがたい。よーし、オッケー、炭めっちゃゲットできた。よいしょ、なんか敵の声が結構でかいね。あ、あ、なんだ、待って、これ廃坑じゃない。なんか毒蜘蛛の姿が見えた。廃坑があるねこれ。あ、痛い、スケさん。ちょっと松明作ってきた方がいいかな。いや、何俺逃げようとしたの。ビビっちゃダメだって、まあ、ビビったら負けるよ。ここは一段掘り下げてここ開けるでしょ。で足を切るんだよね。おりゃおりゃおりゃ、ほらどうだ、卑怯だろ卑怯だろ。やべ、毒蜘蛛来ちゃった。死ぬ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 、毒でやられるよ。リンゴ食べましょう、リンゴ食べましょう。で多分毒蜘蛛のスポーンブロックがあるんで、明かりを灯した方がいいんだよね。それか壊す。あと粘土も取っとこうね。モニュメント作んなきゃいけないから。ほらあそこにね、なんかね毒蜘蛛のスポーンがあるんだよね。でもゲートの奥なんだよな多分。毒蜘蛛どこ行った？上かな。よいしょ、 OK、 倒しました。で毒蜘蛛がこの上にいるんだよね多分ね。ほらいた。よいしょ、痛い。よいしょ、 OK、 倒しました。ハート 0.5 で倒しました。うわ怖い、使いときましょう。 OK、 これでとりあえず敵が来ることはないかな。いや待った、来ることある。よいしょ、危ない、危なかった。なんとかこれで大丈夫です。でもよし、この上の鉄も取っちゃいましょう。でこの先はちょっとバリアがあっていけないから、スポーンブロックは壊せないんで、この木は欲しいな。雲が上がってくるたんびに切ろう。はい、オッケー。ちょっと卑怯だけど勝つことができました。粘土もらっていきましょう。よっしゃ、オッケー、順調じゃんね。でねまだね苗木を植えることができなくて、苗木すら守ってないんで、ちょっとこういうところで木は調達していきましょう。よいしょ、うわ雲いた、危ねえ、雲いる、壊せないよね多分。あれ壊せるんかな、壊せるんだったら壊した方がいいよね。あ壊せた壊せた、ラッキー。えい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 、オッケー、全部倒せたかな。
オッケーオッケーオッケー、倒せた倒せた。この下も廃坑なんだね。よし、とりあえずちょっと一回上がろう。あ、牛くんいますね。あ、このチェスト開けれる。金のクワとパンプキンパイ、おお、ありがたい。もらっていきましょう。牛くんたちがね、ちょっとね、下に落ちるのが怖いんだよね。なんで、よいしょ、牛くんたちにはここに入ってもらおう。重たいな。よし、オッケー、入っててね。よし、鉄が焼けたんで、これで金属を手に入れるの実績も解除ですと。で、なんか作っとくものあるかな。鉄のつるはしを1本作っておくのと、あと鉄剣欲しいよね。でもうちょっと木が手に入ったら盾も作りたいね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、今回もご視聴いただいてありがとうございました。また見てください。バイバイ。